南野信吾、デジターボ所属の音楽プロデューサー、ミュージシャン、大阪府大阪市生野の区出身、妻との間に3人の娘を残した。1990年代にロックバンドボイスのボーカルとして活躍。1996年、同バンドでエピックソニーと契約してメジャーデビュー。解散後はソロ活動や複数のバンド活動を経て、2007年にデジターボ、 入社。同社の音楽部門、ゲオリデで、レーベルマスター兼プロデューサーを務め、ニトロプラスがリリースするゲームソフトの音楽を担当した。2006年、女性歌手、野木マリーの音楽イベントに、プロデューサーとして参加。2012年6月10日、大阪震災橋通り摩擦人事件に巻き込まれて、急性。 去年42、当日は、震災橋のライブハウス、ミューズホールで同夜に行われたレーベル発足5周年、記念ライブを訪れるため、来阪していた。2013年6月10日、上記の事件の風化を防ぐべく、南の都進行の深かった、バンド14組が出演しての追悼ライブ、すべては、彼のために、が開催された。 この追悼ライブは以降毎年行われており、経費を除く売上は南野の遺族へ支援金として送られている。2020年は新型コロナウイルス感染症の流行のため、無観客での追悼ライブ配信を行った。ありがとうございます。